おはようございます松田学ですこの先日4月1日に消費税率が8%に上がりました皆さんどのようにこの日を迎えられたでしょうかなぜこんなに生活が苦しいのに負担を増やすのかまあ、率直な感想だと思いますただ私たち日本は人類史上始まって以来の超高齢化社会を迎えていくのも事実ですこちらをご覧ください、えー 日本以外にも高齢化が進んでいるヨーロッパの国々えずらっと並んでますけれどもどの国も大体消費税率は20%前後まあ少なくとも2桁の消費税率になってますね高齢化が進むとどの国もどうしてもこの消費税率まあヨーロッパでは付加価値税と言ってるんですが税率を上げていかなければならないそういう状況にあります。 実はこの日本の国々、日本の国はこのヨーロッパの国々よりももっと高齢化が進んでいる国なんですね。5%ではとてもとてもこの財源がまかないきれないという事実もあります。じゃあ日本の国は国民の負担、まあ消費税で負担が重くなったと思い、まあ思っていらっしゃる方が多いと思いますけれども、じゃあ本当に日本はどの程度の負担をしているのか。 これを国際的に比較してみたののがここ図ですこれは主として主要国の負担を書いたものなんですけれどもこの編みけのところこれがまあ租税負担率といって国民所得に対する税金の負担どれぐらい税金,が負担税金を負担しているかそして上の紫の部分ですけれどもこれが社会保険料つまり年金とか医療とか介護の保険料の負担なんですね。でこの2つを合わせて国民負担 国民負担率と言います国民所得に対する比率なんですご覧いただきますとアメリカがちょっと少ないですねアメリカは公的な健康保険がないんですその部分をちょっと割り引いて考えなければいけませんけれどもまあ日本はイギリスやドイツあるいはスウェーデンとかフランスなどに比べてまだ国民負担率が低いという状態にあるのも事実ですこのグラフのちょっとゼロから下のところを見ていただきますとこれは実は 次の世代に対して負担を付け回しをしている分なんです。実際は、これは次の世代に負担しなければいけませんから、この分も加えた。ものを潜在的な国民負担率というんですね。で、これで、を見てみると、日本は、これを合わせて考えると、そこそこ負担が高くなってきている。やっぱり超高齢化社会が進んでいく国なんですね。ただ、現状で言いますと、これ、これは O. E. C. D. 先進諸国三十数カ国で比較したグラフです。 これをご覧いただきますと日本は、えー、こちらの方ですね、えー、まだまだ日本は、えー、高い国に比べると低い状態にあるのも事実なんです、えー、増税ということになりますと皆さん一番気になるのが公平ということだと思います私日本のおける今一番大きな不公平の問題、まあ、いっぱいいろんな不公平の問題があるんですけれども一番大きいのが実は世代間不公平 という問題だと思うんですこれをご覧くださいこれは世代ごとに生涯を通じて社会保障のいわゆる給付これを受益と言いますねそしてそれに対する負担の関係を見たものなんです上の青い部分が生涯を通じて受け取り額下の部分が赤い部分が負担の部分なんです一番右側にあるのが高齢,高齢世代の方々一番左側にあるのがこれからの若い世代の方々なんですね これ見ていただきますと、若い方々はマイナスの4500万円、これ一人当たりなんです。で、高齢世代の方はこれはプラスの4800万円。これを足しますと、ま1億円ぐらい違うんですね。高齢世代の方に比べて、将来世代の次の子や孫の方々がもっともっとこの 負担という意味では不公平な状態になっていくこれは何とか立たさなければいけないという状況にあるのも事実だと思いますところでこの消費税負担が重くなるっていうんですけれども消費税は今回の日やで下でどこに使われるのかということを見るのが大事なんです実は社会保障四経費という言葉がありますこれは年金医療そして介護そして今回 少子化,化対策ということも社会保障4経費としてしっかり面倒を見ていこうではないか世代間の不公平の問題ちゃんと働く世代の方々の医療についてもあるいは次の少子化対策についても使っていこうではないか実を言いますとこの消費税が5%だった時は消費税で国に入るお金は全部高齢者の社会保障に使われてたんですね。 でもこれをどの世代の社会保障にも使うではないかということで社会保障4経費ということになったんですでそうしますと消費税のお金は全額社会保障に充てられるということになりますねそこで私はこの消費税の負担の問題を考えるときに少しその世代ごとに国民というものを分けて考えてみる必要があるんじゃないかと思ってこんなものを作ってみました国民 A これは高齢世代と これは社会保障の給付を受ける方々ですね。で、国民 B というのが現役世代、そして私たちが忘れがちなのが実は国民 C と書いています将来世代、小や孫の世代なんです。で、今この上の方が矢印の上の方が今の状態なんです。これまでの状態、社会保険料と消費税で高齢者などに対する社会保障の給付がまかわれられていました。 で今度はこの消費税と増税することで何が起こるかというとこれでは足りない部分をこれまで将来の税金で返すということで赤字国債で借金をしてたんですこれは小屋孫が負担する、えー、国民し将来世代が負担する分なんですねで消費税を増税すると、えー、現役世代と高齢世代が負担する分が多くなりますからその分次の将来世代が負担する分が減るんですね 次の世代に付け回しをしていた分を減らしていく。で、これ考えてみますと、この消費税で入ったお金っていうのは、全部社会保障給付で国民に返ってくるんですということは、これは国民の負担だと言っても、全部国民に返ってくるお金ということになります。まあ、問題は今までその分のかなりの部分を次の世代に付け回していた。これをせめて私たちの世代で付け回しを少しでも減らそうではないかというのが。 今行われている消費税なんですね。さてこの消費税、えー、まあこういう性格のものである国民から国民にお金が移るものなんだということだそういうものに過ぎないんだということが分かりにくかったんですね。えー、今回まあ政府はこれを少し分かりやすくする資料を作ってきました。これはまあ私も政府の努力としてこれは評価しているんですけれども。 これは社会保障4経費とその経費に必要な歳入というのがどういう財源で賄われているのかを見たものなんです。ご覧いただきますと社会保障の4経費は消費税収と交際金これ赤字国債と言ってもいいと思いますけれどもこれによって全額賄われている。 今のこの社会保障4経費は消費税が11.9兆円って書いてますけれどもこれではとても足りなくて交際金に15兆円依存していいるということがわかりますこれは国について見たものなんですけれどもさらにこの地方についても同じように社会保障地方に回った消費税の税収は社会保障に充てられているけれどもそれでは足りないという状況なんですね。これを見ていただくと えー、この消費税収というところは今生きている私たちの世代が社会保障の財源を負担している部分で交際金の部分は実は次の世代につけ回している部分だっていうことが国民にすごく分かりやすくなると私は思っています。でその結果じゃあこれだったらもう少し社会保障の経費を減らして高齢者にもちょっと負担をしてもらおうか例えば病院で自己負担を増やしていただくとかそういうことをするのか。 いや,やっぱり高齢者の方々かわいそうだから今の状況を維持するためにでも次の世代にこんなにつけ回ししちゃいけないから消費税を上げた方がいいと考えるのかこういうことが国民にすすすごくくかかりやななるんじゃないいと思いますで消費税っていうのはこういう議論をして国民全体で考えなきゃいけないことなんですけれども実はこの消費税を税率を まあ他の国に比べて低かった結果、日本は大変な赤字を抱えてきました。これが財政赤字。まあ前回もお見せしたこのグラフなんですけれども、国債残高の累増ということになっています。そしてこの下の赤い部分、これが特例国債といいまして、将来の月に付けだけを残す国債がどん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 増えてくることで、日本の国債発行残高がどんどん増えてきたんですね。で、この部分が実は将来に対する付け回しだということを私たち少しでも 直していくこちらをご覧でください実は今回1月1日に消費税3%上がりましたけれども今政府あるいは政権与党は来年の10月にさらに2%上げて今回ま1年半の間に5%消費税を上げようというふうに考えているんですねさらに2%あるんですじゃあこの今回1年半の間に5%消費税を上げることによってどうなるのかということを示したのがこれなんですね 実はこれ見ていただきますと分かるように左側は消費税率が5%の時これは全て高齢者産経費といって高齢者向けの基礎年金と老人医療と介護に国の分について与えられたんですね。で今回えまあそれでは足りないということで消費税率を上げるんですけれどもえ今までも実は国でこの分10兆円足りなかったんです。 それが赤字国債になってたんですで今度引き上げて社会保障4経費にしますけれども実は2015年度社会保障4経費どれだけ税金が必要かというと約42兆円という数字がありますね。 今回5%から10%に上げることによってこの42兆円のうち3分の2まで賄るることになるんですですも残り3分の1がまだ足りないこれをどうするか社会保障の失速を抑えていくといっても限界があるんであればさらに10%よりもさらに消費税を上げていくのかこういった決断を私たち将来に向けてしていかなければいけないんです。でもこの将来課題と書いいた赤い部分 次の世代への付け回しこの付け回しの部分を本当に放っておいていいのかどうかという問題がありますこちらご覧ください実はこれは日本の金融資産というものがどういうふうに回っているのかを書いたものなんですよく個人金融資産ま家計の金融資産が1600兆円と言われてますね 日本の家計の金融資産の大半が預金です銀行への預金ですそして銀行金融部門はこれを国債に運用している、まあ、956兆円って書いてますけれども、まあ、1,000兆円ぐらいでこれが日本のお金の流れの、まあ、一番大きな太い流れなんですねでもこの国債のうち先ほど言ったように次の世代の付け回しの赤字国債の比率がどんどん上がっている。 私たちは自分たちが一生懸命稼いだお金を次の世代の付け回しの分に回しているんですね。ということは次の世代の残されるはずの富を削ってまで私たちは次の世代に付け回しをするそんな資金運用をやっていると日本経済本当に大丈夫なのかな本当はもっともっと次の世代に富を生む運用をしなければいけないのに富を削るような運用をしていいのかという大きな問題も実はあるんです。 4月1日から消費税が上がりましたけれどもやっぱり私たちが直面しているこの課題ちゃんと向き合いながら次の世代に対しての責任を果たしていくそういうつもりで私たちも日々の買い物をしてみてはどうかと思います。